こんにちは、ドクターネックスです。今回はアリーナガチャパンテラよりグリムジョー。行くぜ。このキャラはチケットからでも出ますんで焦ることないんで、ガチャは引くのをやめておきましょう。さあ、強化必要ないし、これはキャラ覚醒、はい、そしたら、強化こんな感じ。一気に行きます。霊力を回収し、さらに能力解放。ガス強化。からの、レベルマ。はい、それじゃあちょっと触ってきてまた紹介したいと思います。紹介遅れて大変申し訳ございませんでした。アリーナ・グリム、所属はアランカル・エスパーダ、キラーは死神キラー、必殺技デスガロン。鋭く尖った霊視の刃を生み出して投げ込み、当たった敵全員に絶大ダメージを与える。ソウル特性は強攻撃 20% アップ。グリムジョージャガージャック、戦いを求め強さだけを追求し頂点をつかまんとする創発の兵王、創発のパンテラ読み方わかんねえな。立ちはだかる敵が強ければ強いほどにその魂は奮い立ち、獣のごとく奔行する。アリーナ・グリムはいらっすいよね。青攻撃で弱体無効40、60、60、最近の、定番としては状態異常がない場合は40、40、60ですけども、今回の場合は、自身のソウル特性が 20% アップなんで強攻撃が 60% アップとなっていると。でアビリティの方に強攻撃クルタイム 12% 短縮があるんで単純に強いですね。で強攻撃範囲アップ、強攻撃1つアップ、防御低下能力負荷、緊急回避プラス2回、スーパーマーってとこですね。で、このキャラは上げるレベル1であればレアツですね。でレベル2で回心、レベル3で攻撃、4、5は防御体力を好きにどうぞで、特別抽選は霊圧回心がおすすめですと。あれ、俺2体目出たのは、あっちか。行くぜ。アリーナガチャから、ビアクヤが出たのね。おすすめのアクセサリーとしては、まあ、強攻撃特化キャラなんで、天身体、強素材、エスパートの椅子。持ってる人であれば、ティーカップ。これががっつりで上がりますね。
で、まあ、基本的にはこれぐらいな感じじゃない？多い、よくあるアクセとしては。今回はこれでいきましょうか。で、まあもちろん継承した方が強いんですが。上の方見たらみんな。こんな感じでいいや。じゃあ実際使っていきたいんですが、今日はね、僕はキャラクター紹介の動画でもこのキャラ結構高く評価してます。ちょっとこんな編成で、サクッとまずは倒してしまいましょう。すげえラグかったな、なんか一回再起動しなきゃいけなかったので。さあ、三連ソニード。今日、通常攻撃。ちょっと待ってね、こっちから行こうか。最後のやつはですね、あっちと初期のグリにフォークスしますね。で、今日1飛ばす、今日2、今日2も飛ばす、今日3。あー、そうか、どれも画面全体じゃないのか。でちょっとラグいんで一回ちょっと止めて再起動していきます。はい、再起動してきました。今日1、幅1200、長さ240。今日2、これはめっちゃ長いね。長さ3000、幅870。今日3、これはフルスクリーンじゃないですね。画面全体じゃなくて、1170。まあ、かなり前に広い感じですね。で、3回の緊急回避で機動力があると。で、この感じが、僕の中で、このヨルイチさんと似てるなと思って、前方と、前方と、で、画面全体と、動きとして似てるなと思いましたね。殲滅力がかなり高いと思いますね。ちなみにこのヨルイチさん、あれ、そうか、このヨルイチさんは近接型か。ヨルイチさんの今日1、1200、1200で、今日2が960前方で、今日3が1200の画面全体、まあ、使い方としては近いと思うんだよな。あ、グリムの方が圧倒的に今日2が長いですね。まあ、特にアリーナで使ってみるとその長さがよくわかりますね。このこっちだと表示できない、その見えない範囲までぶっ飛んでっちゃうからね。あ、必殺使ってなかった、次でいいか。共産も画面全体、画面全体じゃなくても十分使えますからね。
殺技を。デスガロ、食らいやがれ。デスガロ、食らいやがれ。終わりだぜ。はい、というわけでこのグリームなんですけれども、あんまり注目されてない、まあ、というかアリーナガチャだったんで引いてない人が多いと思うんですけれども、これね強いですね。必殺技使用回数1、あ、ここまで上げたんか俺。行くぜ、はい、アリーナで、そう、緊急回レベル5まで上げると緊急回避距離アップがあって、機動力がさらに上がりますね。で、レベル2で必殺技使用回数プラス1があって、最初から2回ボムが使える、必殺技が使えるっていうのが強かったですね。行くぜ。グリムの中で強攻撃型のグリムって最近実はあんまいなくて、どこ？あ、ほらどこいた。あ、嘘ついた。強行行かなくてもここにいるな。これも全然強行行き当たったわ。40、40、60でチームパーティー効果があって、さらに体力最大値があってっていう。ごめん、全然いた。思い出したのが、ここから出てないかなと思ったけど、こちらが小説のトゥルースバージョンですね。通常攻撃特化型で敵ガード無効、潜伏無効っていう非常に強い能力を持ってるキャラクターですね。逆に、あ、まだいた。これも強攻撃型ですね。ごめん、強攻撃型の方が多かったわ。クールタイム 14% 短縮っていう、リンク要因としても重要なハロウィングリム。まあ、そんなに強くないかな。旋回門で使うポイントがありますってところですね。で、オリジナル形態のグリムは列車、初めて列車のついたキャラクター、あ、違う、初めてじゃないか、2番目か、確か強楽さんが最初に2番目だったはず。実験的にされてしまったキャラクターで、正直あまり強くない、残念性能でしたが、技のこのフィアースバトルのグリムはリンク要因としても強いし、使う方としてもキャラとしても強い。で、今回の、最新のアリーナグリム、これも強いと思いますね。あんまり注目されてないですが、普通に共闘でも全然使えるレベルに強いと思います。で、力の死神キラーっていうところで見てみましょう。こちらはですね、力属性編で紹介しているんですけれども、僕は、この力死神キラー青攻撃っていう点では1位にリジェを置いて2番手にグリムを見ています。それぐらいに強いキャラクターだと思います。確か2番手にしたね、3番手だっけ今パッと見て、龍拳も相当いいから、僕自分で言ってもうすでに覚えてない。ちょっとお待ちください。ごめんなさい、3位にグリムでしたね。1位リジェで、2位の龍拳はまあもちろんそうだろうな、クール 14% 短縮で、倍率も高くて、で青向こうの向こうがあってっていうところで、2位にしてます。で、3番手としてアリーナグリムを置いてますね。まあ、でも3番手に入るぐらいに、非常に強いキャラクターだと思います。
でアリーナキャラってイラストいけてないことが多いんだけども、この初めてのグリ、アリーナキャラとして出たグリームはこれはかっこいいと思いますね。そのこの躍動感もあってというわけで、現状死神キラー青攻撃で非常に強いキャラクターとなっております。グリム好きにはたまんない一人だと思うんだけども、なかなかねちょっとゲットするのが、もう今アリーナガチャがない状態なんで、まあもうチケット屋だったらラッキーかなというところですかね。はい、というわけで行くぜ、紹介してきました。気に食わねえんだよ。チケットだったらラッキーというレベルですが、持っておくと結構まあ使ってて楽しいかなと思いますけどね。まあぜひゲットしてくださいっていうにはもうそのアリーナガチャがないんで、まあ仮に今後ピックアップされてもこれを狙うためにがっつり課金しましょうというレベルではないですが、まあ本当当たったらラッキー、チケットでやったらラッキーとか、他の今後のイベントチケットでやったらラッキー、そういうとこですかね。はい、今回ここまでとなります。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。